香りのゼロイチヨガ。今回は太陽礼拝を練習していきたいと思います。これはヨガの基礎的なポーズを組み合わせて一連の、ね、流れをやっていきますので、一緒に練習して、朝一 の、 ウォーミングアップだったりとか、ちょっと運動不足だなって感じた時にでも自分でできるので、ぜひ一緒にマスターして覚えてみてください。よろしくお願いします。では両手前についてダウンドッグになっていきます。しっかりと手前に伸ばしてお尻を持ち上げていきましょう。で、膝は、ね、曲げてもいいので、手で床を押してお尻を持ち上げていきます。そしたら今度は、ね、両手の方に体重をかけてプランクポーズっていう、腕立て伏せみたいなポーズになります。そうで、この時も、ね、肘要注意ですね。肘を少し緩めて、手と足とお腹で体を支えていきます。お尻は持ち上げて、かかとから、ね、頭頂までまっすぐです。で、その場で膝を下ろしていきます。そう、そしたら脇は閉じて、開かないように脇を閉じながら、肘少し後ろに押すようにしながら、手と手の間に胸と顎を下ろしていきます。で、お尻がね、ぴょこんと出ちゃう感じで、これ8点のポーズって言って、体の8点が8箇所が床についてる状態です。で、肘しっかりと曲げて脇をくっつけます、体に。そのままお腹をね、前にスライドさせていきます。で、脇閉じたままで、足の甲を寝かせて、手でマットをこう後ろに、今度後ろに押すようにしながら、手で体、そう、床を押しながらね、胸を持ち上げていきます。で、足の甲と恥骨と手で床を押して、肘は後ろに引きながら胸を前に押す。結構難しいですね。これコブラのポーズと言います。そしたら足の指先を立てて、お尻を斜め上に持ち上げてダウンドッグに戻ります。これね、一連の流れなので、ちょっとこれ繰り返していきますね。もう一度息を吸いながら、ゆっくりと両手に体重かけてプランクポーズ。お腹に力入れて膝伸ばしていきましょう。その場で膝を下ろしていきます。で、脇を閉じながら、息を吐きながら、胸顎、手と手の間に同時に下ろして、8点のポーズ。息を吸って、お腹を前にスライドさせて、足の甲を寝かせていきます。手で床を押して、顔を胸持ち上げてコブラのポーズ。で、脇しっかりとくっつけて、肩が耳の方に近づかないように、肘を重く後ろに下げて、首長くしていきます。そしたら足の指先を立てて、お尻を斜め上に持ち上げてダウンドッグに戻りましょう。では一度膝を下ろして、ちょっと上体を起こしていきます。で、これが基礎的なポーズなんですけど、今私が息を吸って、なんとかして、吐いてとか言ってたと思うんですけど、一つのポーズごとに呼吸を吸って吐いてを繰り返していきます。なので、なんかぐちゃぐちゃになったりとか止まったりとかしないように、吸いながら顔を持ち上げて、吐きながらダウンドッグとか、ちょっとそれを意識しながらやってみてください。はい、じゃあもう一回いきます。両手を前についてお尻を持ち上げていきます。で、まずしっかりと手で床をして、お尻高く持ち上げていきます。では息を吸って、手に体重かけてプランクポーズ。吐きながら膝を下ろし、胸顎床。吸って、お腹を前にスライドさせて、足の甲を寝かせて、このまま胸持ち上げてコブラのポーズ。吐きながら足の指先を立てて、お尻を上に持ち上げてダウンドッグです。で、ちょっとアレンジしていきます。息を吸って、もう一度プランクポーズ。今度は肘を90度通りながら、胸とお腹を同時に床に下ろしていきます。脇はね、閉じたまま、で、お腹つけちゃっていいです。足の甲を寝かせて、手で床を押しながら、胸持ち上げながら、今度ね、肘を伸ばして、で、さらに膝を持ち上げていきます。これアップドッグっていうポーズ。足の甲を寝かせてください。
で手で床をしている二の腕よりも胸が前に来るように、さあ足の甲と手で床をしていきます。息を吐きながらお尻斜め上に持ち上げてダウンドッグです。もう一度いきましょう。息を吸ってプランクポーズ、吐きながら肘90度通りながら胸を床に下ろす。足の甲を寝かせて吸いながら体を持ち上げて肘を伸ばし、膝も持ち上げてアップドッグ。吐きながらお尻を斜め上に持ち上げてダウンドッグです。OK、少し足踏みしたり顔さように振って呼吸整えていきましょう。OK、はい。では動き止めたら足を手の方にトコトコトコと歩かせて立ち上がっていきます。大丈夫ですか？なんとなく呼吸と動作をこう連動させるっていうんですけど、こう一つのポーズで一つの呼吸っていうのを意識しながら動いていくと、すごく、まあ、頭すっきりしたりとか呼吸が整っていくので、呼吸コントロールしながら体を動かすっていうのはなかなか難しいんですよ。なので自分がどこまでできるのかとか、どの時に呼吸止まっちゃうのかとか、どこで崩れるかとかをしっかりと考えながら動いていくと、なんかすごい新たな発見があるかもしれないので、はい、ということで続けていきますね、はい、次マットの前の方に立っていきます。今の動きを加えて太陽礼拝っていう一連の流れをやっていくので、また私の声に合わせて動いててください、うん、でまずね足をくっつけていきます。で両手体側に置いて、そう肩の力抜いてしっかりと体を上に引き上げていきます。では息を吸いながら手を上に回し上げて頭の上で合掌していきます。で目線もね天井の方向けていきます。今度息を吐きながらゆっくりと前屈していきます。で、まあ、手が床についてもつかなくてもいいので頭を床の方に下ろしていきます、うん、で今度吸いながら少し顔を持ち上げて背中を伸ばしていきます。で手はすねか、まあ、別にももでもいいので、こう背中をねまっすぐ伸ばしたいです。でできる人は手を床について背中をまっすぐ伸ばす、うん、そう手でね足を押して背中伸ばしていきます。で今度息を吐きながら膝曲げてもいいので両手全部床についていきます、うん、で吸いながら足を後ろに引いてプランクポーズ。ここからさっきと同じ流れです。今度吐きながら膝ついて胸顎を手と手の間に下ろし発展のポーズ、うん、吸ってお腹を前にスライドさせて足の甲を寝かせて胸持ち上げてコブラのポーズ。吐きながら足の指先を立ててお尻を斜め上に持ち上げてダウンドッグ。でここでね5呼吸キープしていきます。では息を吸って吐いて吸って吐いて、ニースをもっと手で床をしてお尻持ち上げてください。吸って吐いて3吸って吐いて4、そう膝曲げちゃっていいので、うん、吸って吐いて、さあ吸いながら足を手の方に歩かせてそのまま背中を伸ばしていきます。半分ので前屈していきます、うん、で吐きながら手を床に下ろして頭を下げて深い前屈です。吸いながら上体を起こして両手を頭の上で合掌して目線を指先の方見ていきます。吐いて手を下ろして最初のポーズ山のポーズに戻ります。これでね一周なんか感想ください。疲れ切りました。でもこれ毎回一緒なのでこれ覚えちゃえば結構なんかちょっとなんか2分くらい時間があって動かしたい時とかにどこでもできる、お家でも、うん、で全身使いますよねやっぱりね。全身使います、うん、だからちょっとこれをねちょっと練習していきたいと思います、うん、もう一回やりましょう、はい、でこの慣れていくのでしっかりと気楽な気持ちでやってもらって全然大丈夫です。では足をくっつけて立っていきます。手を体側に置いてお腹を薄くしていきましょう、うん、息を吸って両手を上に持ち上げて頭の上で合掌、目線も指先です。
吐きながら深く前屈して頭を床に下ろしていきます、うん、吸って背中を伸ばして半分の前屈、手はももでもいいしすねでもいいし床でもいいので背中を伸ばします。息を吐きながら手を床に下ろして膝は曲げちゃって大丈夫です、うん、吸いながら足を後ろに引いてプランクポーズ、吐きながら膝を下ろし手と手の間に胸顎を下ろして発展のポーズ、吸ってお腹前にスライドさせて足の甲を寝かせます。そのまま胸持ち上げてコブラのポーズ、吐きながら足の指先を立ててお尻を斜め上に持ち上げてダウンドッグです、うん、5呼吸キープしましょう。吸って吐いて1、吸って吐いて2、吸って吐いて3、さあ呼吸頑張って、吸って吐いて4、吸って吐いて5、吸いながら足を手の間に歩かせて背中を伸ばし半分の前屈、吐いて深く前屈し頭頂を真下に向けていきましょう。ウッダーナーサナ、吸いながら上体を起こして両手は頭の上で合掌していきます。目線指先です。吐いて手を下ろして山のポーズに戻りましょう。じゃあもう一回いきましょう、ラスト一緒にね、はい、息を吸って手を上に持ち上げ頭の上で合掌、目線が指先、吐いて深く前屈頭頂を真下に向けウッダーナーサナ、吸って背中を伸ばして半分の前屈、うん、で顔を持ち上げちゃって吐きながら手を床についていきましょう。吸って足を後ろに引いてプランクポーズ、吐きながら膝をつき肘曲げて胸顎、手と手の間発展のポーズ、うん、吸ってお腹を前にスライドさせて足の甲を寝かせていきます。胸を持ち上げコブラのポーズ、吐きながら足の指先立ててお尻を斜め上に持ち上げダウンドッグで5呼吸キープですね。吸って、うん、吐いて1、少しお尻も方にもっとね体重かけたいですね。吸って吐いて2、吸って吐いて3、手で床をして吸って吐いて4、吸って吐いて、はい、吸いながら足を手の方に歩かせていきましょう。背中を伸ばして両手すねでもどこでも大丈夫、吐きながら深く前屈し頭頂を真下に向けていきます。吸いながら上体を起こして両手を頭の上で合掌、目線を指先、吐きながら手を下ろして山のポーズに戻りましょう。どうですか、なんか今4回くらいやったから、はい、なんかだいぶ慣れてきた感じ。そうです。とか最後のどこが、あ、ここきついなとかが分かってくると少しそこ頑張れたりとかねすると思うので、これはぜひお家でもやってみてください、はい、ということで太陽礼拝以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。